前科三番、893番、チョエキたろです。 本日の話は餃子の王将社長射殺事件犯人逮捕というお話をしてみたいです福岡県警警察は福岡県の刑務所で服役中だった工藤会石田組の幹部を殺人などの疑いで逮捕したということなんですね捜査本部がある京都に移送して本格的に取り調べると逮捕されたのは北九州の特定危険指定暴力団工藤会の二次団体石田組幹部56歳警察 警察によりますと平成25年全国で餃子の王将を展開する会社の社長で、えー、本社前で、えー、拳銃で撃って殺害したということなんですねでこの逮捕された容疑者は平成20年に福岡市で大手ゼネコン大林組の社員などが乗った車に拳銃を発砲する事件を起こして4年前に逮捕起訴され、えー、福岡刑務所で服役していたということなんです え警察は、この石田組幹部の逮捕状を取って、捜査員を福岡に派遣し、逮捕と。刑務所内で逮捕ということなんですね。で、まあ、この移送に関しても、防弾ガラスを装備した警察車両に乗せて、京都まで移送したということなんですね。 でまあこの福岡刑務所では、京都県警から来た捜査員などを乗った車両などを合わせて5台が到着し、まあ物々しい装備でですね、迎えに行って移送したということなんですね。まあ、当然、この事件に関しても、ゼネコン、ね、大林組、その一般の仇の会社の人たちを狙ったということで、まあ厳しい。 え、処分というか、まあ、これもさすがに到底受け入れられるような内容でもなく、まあ、この工藤会、壊滅にっていう形になっていったわけですね。で、まあ、この、この別の容疑で逮捕されて服役中である人物が、まあ、再逮捕ということなんです。で、そもそも、この、餃子の王将事件っていうのは、どういう。 事件だったかっていうことを思い起こしてみたいですね。平成25年ですね。の12月19日、朝7時、京都にある餃子の王将本社前の駐車場で社員が乗用車の横で倒れている社長を発見。 この時点で、すでに心肺停止、まあ、搬送先の病院で死亡が確認されたで、その亡くなり方というのが、状況、現場の証拠というのがすごくて、もう普通ではないというか、衝撃的な犯行だったんですね。まず、犯行時刻、この王将の社長さんは、毎朝5時半ごろに自分の車に乗って本社に行って、本社前の掃除を自分でするのが日課だったということ。 早朝で人目につかなくて目撃されにくいターゲットが一人きりのタイミングがあるのは分かっている社長の生活サイクルを把握した上で動いていたということが感じられるわけなんです。次に死因なんですが これは銃殺、拳銃なんですね。この撃たれ方っていうのもちょっと普通ではなく、現場に薬莢が残っていた。拳銃の口径っていうのが分かったんですけど、25口径、まあちょっと珍しいんですね。私の動画では拳銃のことをこの38歳の別品、あの38口径 45号形っていう言い方は、十五歳っていう言い方、あんまり使わないので、38歳の別品、子供あの何人とかって、まあ、あの,まのことですね。そういうことだったんですけど、あのいわゆるレンコン、リボルバーの合三38とか、38後継ということなんです。で、それよりだと、普通だと22後継なんですけど、この25後継っていうのはちょっと珍しいなと。 まあ殺傷能力は実際ですけど、それでもきちんと当てれば、それは死にますわねって、急所に当てれば死にますよね。それが急所に4発撃たれていたっていうことです。まあ、この事件の流れとしては、毎朝早朝決まった時刻に社長が来るのが分かっている、待ち伏せて車を降りたところを狙って至近距離で密着して4発発砲うんということなんですね。で、当初から犯人らしき人物っていうのは、 あの、もう具体的に出ていたんですね。現場近くの遺留品としてタバコの吸い殻が見つかっていて、DNA 検査をしたところ、まあ、九州地方の暴力団組員のものと一致っていうことは、もうこの2015年時点で報道は出ています。まあ、これがおそらく今回逮捕状が出た人間と同じと見ていいと思うんですね。また、犯人は犯行後にバイクで逃走したとされ、そのバイクも調べていくと、 九州のナンバーがついていた。九州のナンバーがついた車と並んで走っていた。見つかったバイクのハンドルから消煙反応が出ているといった感じで、証拠自体は割と早く出ていたんですね。ただ、なぜか知らないけど、そこから先に進まなくて、長いこと経っていたということです。これだけまあ外堀が埋まっていて、なぜこのタイミングだったのかということなんですね。これをずっと そのままにしておいたのかっていうことなんですが、これ、あの、私が考えるには、ここまでのことなら、どこの報道も出てますけど、多分、私が思うにはこういうことだと思います。二次団体幹部がやった一般の方を狙った事件ですね。暴力団、普通のヤクザの構想とは違います。 で、一件目の逮捕で復役してるのは、このゼネコン、小林組の人たちを狙った事件。で、今回は殺人事件、餃子の王将殺人っていうことなんですが、これは上に登る、まあ今、工藤会、総裁、会長、理事長という形で裁判になっています。一審判決は、えー、死刑と無期というふうに出ております。当然、この事件が二次団体の幹部といえども、この流れであれば、当然、ここに、 上ってくる実際今総裁会,あの会長たちがこの罪で裁かれて判決がで一審で出たっていうことはもう過去に判決が出たものであるんですけど一旦この 今回の容疑者も別のことで服役はしているのですが、この事件を今の段階からやれば、裁判で一審判決が出てようが何しようが、引き戻してここのところを量刑を加算していくんじゃないかと。もう追い打ちをかけるために、こういった形、まあ実際に容疑者と言われる人であっても、 服役しているわけだから逃げようがないわけなんで証拠固め確実にな状態にしてもう今回逮捕に踏み切った分かっていたけど逮捕に踏み切ったでもうまあトップあるいはその石田組の兄貴分とかその直接の指揮命令系統を出せる人間まで上っていくんじゃないかっていうふうに思いますねだから単純に今回いたずらに放っておいたっていうよりももう満を持していや逆にここが本人が習慣しているんならまあ ある程度の時間がかかってもいいので、こういう司法のやり方なんじゃないでしょうか。あ少し前にですね、えー、同人会の組員が逮捕されました。えー、九州政道会の、もう随分前のことの事件でも、その実行犯はもう収監されて、もう判決も出ている、その上の人間という形を逮捕と。本来だったら、今までだったらそういうことはなかったことを、もうやっぱりこの、この工藤会のことを皮切りに、同人会、 当時の九州政道会との構想も適用し、今回当然もちろん,、うん、その当該である工藤会の総裁、会長にも及ぶような捜査と裁判に持っていくんじゃなかろうかというふうに思いますね。そうじゃなかったらこのタイミングではやらない。やっぱり一旦判決、その事件に対して一回判決が出ちゃってからまた共犯者っていうよりももう 今、もう今現時点でこの事件っていうのは逮捕になりますから、ここから取り調べをしていって、その上部、上部団体、そしてトップまでこの事件の、殺人事件のことをさ、あの、登れ上げるか、そしてこの本人が耐えれるかっていうことですね。まあここからですね、総裁、会長、理事長の裁判の時に膨大な人数を呼び立件していったと、直接証拠がないことを、を、を膨大なその供述から、 周りの人間からの供述で、えー、立憲していったっていうようなことがこれから行われるんじゃないかろうかと思います。まあ、郊外の方たちも、まあ、これは予測をしていたのかもしれないけど、このタイミングっていうのはなかなか厳しいというふうに思われます。まあ、確かにこの他の暴力団の抗争事件うんんと違って、一般の方を狙った事件がこれ二つ並ぶっていうのは、やはりもうあの、なかなかこれを変わったり回避するっていうのは難しいんじゃないかろうかと思います。以上です。